サイドからの攻撃、広島クロス、面白い。さあ柴崎の後ろ、サロモンソン、どっちだ、柏、はい、さあ中に入っていった、シュートを狙う柏、決まった、先手を取ったのは広島、柏吉文が決めました。中に入っていって右足、これね、広島のこれに至るまでの粘り強い攻撃ですよね。右サイド左サイドからずっと連動した動きが、プレーがあって、これ初めて生まれましたよね。でこのシュートの質も柏選手前半にもあったんですけども、右足のインスイングで蹴ってるんですけども、狙い澄ましてる。野津田、柏右足、両監督が話をしています。さあ柏が仕掛けていく、左足で中に入れていく、ファーには人がいない、いやサロモンソン、ヘディングシュート、キーパー正面。さあセカンドボール、どちらが拾うか、ドーグラス・ビエイラダイレクト、ノスダ、左の柏先制ゴールを挙げました。引きつけて中に行った、切り込んだ柏、もう一人かわす、ボックス内、大使縦にはつけませんでした。ノスダから柏、川辺も上がっています。柏クロス、パトリックだ、サロモンソンかなっていうシーンですね、はい。まあ、ここまででも広島奪ったボール、縦パス入った後は突破しました。チャンスになる柏、マイナス、佐々木のシュートだ、枠を捉えることができませんでした。柏から佐々木したけれども、稲垣選手から出てればっていうところですね。最後に張っている柏、ここから中に入ってくる、ドリブル、柏が行く、こぼれて柴崎ですけれども、ここはドリブルのシーンですね、はい。まあ、少しね人数いましたけれども、左に柏、左のウィングバック、カットインしてのシュートもあります。柏がボールを持って中を見て、ドグラス・ビエラ合わせて、いきなり先制、中央渡り、ドグラス・ビエラ、後ろから稲垣、切り返す、中に入れてくる、ヘディング、こぼれている。今シーズン初スタメンとなった清水航平。さあ左の柏、切り返した、キレがある、ボックス内、もう一度切り返す、右足のクロス、ファーサイド、柴崎のバイシクルはキーパーキャッチ、こぼれて柏、近い位置は渡り、ここも落ち着いて、おーっと、ここが股を抜いていった柏、いいプレーだ。佐々木から柴崎、柏、中央、ドーグラス・ビエラ入る、いやー、いいプレーだ、柴崎へマイナスボール、ドーグラス、そうね、なかなか理解してると思いますので、まず、まあ、交代して入ってきた選手の持ち味を生かすようなね、はい、まあ、そんな意識でいいんじゃないかなと思います。柏から森島へのボールは福森クリア、ハイネルクリアします、キム・ミンテ、タイム、再三柏折り返す、もう一度パトリック、ソユン、荒木の前で J がクリア、柏縦に行く、さあ股抜き、1人剥がした、ボックス内、稲垣、こちらに稲垣選手、広島の稲垣が、はいはい、残ってたんですけどね、非常に素晴らしい対応をして、今のドリブルをストップしましたね。柏中に行きながら、柏からのボール、高橋裕二のクリア、ただ川辺が拾う、左サイドを見ています、柏、これいい形になりましたね、広島、さあテンポが上がる、ボックス内には2人3人と入ってくる、中には5人がいます、上がってきたボール、ドーグラス・ビレイなので、柏得意の形、縦にで中に入りました、カットインからもう一度切り返す、柏のクロス、今日も切れてます、柏、金子がついています、ここから粘り強い守備が必要なんですよね、ここで中に入れて、柏の仕掛け、自ら打ってきた、いやー、奥もいいセーブでしたね、枠捉えてましたね、
今のシーン縦をケアしすぎると、まあ、このカットインからのシュートが、まあ、ありましたよね。しっかりと枠取り